く、どういう教育をしてるんだ君は。社会人を舐めるんじゃない。すみませんでした。私が責任を取りますので。もういい、さっさと仕事に戻れ。失礼します。すみません、俺のミスなのに村又さんまで。カジ部長、手痛がってたの見た？やめてください。村又さんはすごくいい上司だ。俺が怒られるといつも優しく笑ってくれるから、一緒にいると仕事が楽しい。私らのオアシスが。別のとこにしますか。そうだ、うちで飲もう。こっから近いし。っていうか、村又さんはいつも俺が謝ると話をそらして。自家製の梅酒美味しいです。何その逆ギレ。いいんだよ、反省してるの分かってるし、次もっと頑張ってくるもん。信用してるよ、カジのこと。天使か。次のプレゼンで部長キャフンと言わせてやら。ああ、下どうしたんですか。見た、バッチリと。ああ、自分ちだから油断した。スプリットタンでしたっけ。笑うとき口元隠してたのはそういうことだったんですね。引くよね。引かないですよ。でもなんでまた。まあ、若気の至りってやつだよね。それって左右別々に動くって本当ですか。ん？ほら、えろ、キスうまそうっすね。バーカ、してみる？今したんかい？童貞なんで。引きます。それ私がもらいたいって言ったらどうする？うん、面白そうだね。この感じで進めてみて。村本さん、明日の飲み会行きますよね？うん、行くよ。あー、やったー、二次会絶対。俺にも秘密が増えた。村又さんの秘密を知っているという秘密。カジ。はい。これ今度の会議で使う資料なんだけど、データまとめてもらえるかな。はい。あさってカジの誕生日だね。え、あ、はい、よく覚え。顔赤いけどどうした？風邪？完全に遊ばれている。大人の余裕。俺も大人の余裕を持たないと。乾杯と思ってはいるんだけど、やっぱりすごく目で追ってしまう。いつも通りにしたいのに、これじゃバレバレだ。っていうか、ほんとなんであの人普通にしていられるんだ。もうそこが好きでもあるんだけど、もしかして本気なのって俺だけだったりして。そういえば付き合う付き合わないの話してないしな。でも大人ってそういう話しないもんなのか。うん、分からん。カジってカラオケ何歌うの？バックボーンとか。村又さんは？私はね。ごめん、もうやらないって。カジ、ホテル行こう。ごめんね、カジ。村又さん、ベッド行きましょう。うん。ああ。くそ、大人の余裕。ああ、またやっちゃった。社会人失格。浮かれすぎ。でも可愛いよ、好きだよ。早く休日にならないかな。村又さんの遊び、ポッゲーム。
彼女ができたらやってみたかったんです。もうほーら、私も実は初めてやるんだよね。ほら早く。思ってたのと違う。でも好き。